しましたねそうおおいっぱいちっちありがとうそう普段緊張しないの私なのにそう緊張しちゃったそう今日はギリギリでした聞いて今日ねなんかそうご飯、夜ご飯、夜っていうか夜かそう蒙古タンメンをねちょっと久しぶりに食べてたのそしたらなんか 鼻に違和感があって鏡パッて見たら鼻血垂れてきてこっちかそう配信前に鼻血でウえーンってなってた <laughs> めちゃめちゃ久しぶりに鼻血が出て焦ったここにさっき血ついて擦ったら赤くなっちゃったそう鼻血が出てきちゃってなんでって思ってえでもなんか思い当たることがあるんよえなんかさ私えあれってうわ噂というかさ はい、本当なんか知らんけどさにんにくを食べるとさ鼻血が出るっていう聞いたことない <laughs> 聞いたことないなんかにんにく食べると鼻血出るって聞かないえ私だけにんにくは食べたの今日なんかねこれがね匂いがあんまりないタイプのにんにくなんだけどにんにくマン。 にさ好きだよ、ね、梅の味のにんにくなんだけどこれを食べたからかな話が出てきてびっくりしました今日は <laughs> えにんにくそうドンキで売ってます普通に本当にガチのにんにくそう香り買うの2回目おいしいの

食べる普段私そんな食べないんだけどそうなんか梅味って書いてあるものは基本試してみようって思う人だから買ってみたら前美味しくって2個目買っちゃったそうなの <laughs> これはねドンキでそう買ったよドンキで売ってる投げキッス投げキッスはニンニクの香わりえやだアイドルから <laughs> ニンニクの匂いするのやだ大丈夫これ匂いがないやつだから大丈夫 ニンニクのほぼ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 匂いがないやつそうね、ニンニクでも匂やすいそうなのねそう、もうねもう鼻で止まらなくてティッシュ半分ぐらい使っちゃった一箱びっくりびっくりそう <laughs> お教えんしないやばいそう、梅の味がするのそうなの梅の味がするからお教えそう、本当に匂わないのこれ匂いの少ないって書いてある <laughs> そうしそのとか美味しいよねそうアイドルか鼻血も確かに嫌だわ <laughs> 嫌だわそれは確かにそうびっくりした配信そろそろしようかなって思ってその前にご飯だけ食べようって思って文句たんびねちょっと久しぶりに食べたのそしたらそう出てきてびっくりですそうチェキ申し込んだのやあの配信7時からしかえっ、ー、そうなのね 遅めに申し込んでたら、もしかしたら見えたりしないかなそうえ、なんかね、リンゴで消えるとか言うよねそう二郎系でわしわしです何でも残ってしまう本当とにニンニカ普段ね、私取らないからそうわかんないやでもこれは匂いもほとんどないそうなの <laughs> 家だよ自分の <laughs> そう、ほぼすっぴんですそうなんです鼻ティッシュ詰めたまましたくないよしかもねめっちゃ鼻血がねもうとんでもなかったのそうだからそう入れてたのにこの下の辺りからブワーって出てきてもう無理ってなってたそう悲しいえニンニク食べてお腹壊すて言うねそれチョコも言うピンケっじゃあじゃあ早めかな 今日、昨日と今日はね何をしてたかっていうと昨日は不就力のいったりあとはあのチェキの時に使うなんか手か可いい小物も買いました <laughs> ちょっと寝た、寝たけそういう小物も買いました <laughs> スピンでも公園行けませんスピンで公園やばい <laughs> 同期が昨日行ってた誰かそう汗でどうせメイク落ちちゃうかもうスピンで 公園出ようかなとか誰か言ってたわ <laughs>。<laughs> まあ結局出ないんだけどね。まあメイクはもちろんするんですけど、そうチェキ楽しみすぎて寝ない気がする。寝ないとチェキ見見見逃しちゃうよ <laughs>、まあ。あっち違う。え飲んできたのメロンカリック追加か。えー、豪華。ハマってるもしかして。いいね。<laughs> 前髪巻きすぎでしょこれ。あ <laughs> 面白い。そう。 誰が言ってたんだろう昨日わかんないけどそうスピレネオからもうめいこちちゃう人が言ってたそう <laughs> おもろいよねそうなのよそうなのよ歌唱力はね何歌ったかわかるかなええー、<laughs> 歌唱力は歌唱力うんもう言っても OK なんだけどどうしようかなわようなあそう もうちょい綺麗なに着たいな人は。え明日髪型をさそう前回はもう完全にそのおろしのストレートじゃなきゃいけなかったけど今回はヘアアレンジのみ OK だから服装はコスプレとかはまだできないけどあとは足が出る服とかは着れないけどそう髪の毛は自由になったから何週か迷っててでも3着着る予定だから3着ともアウト合うとな合う髪型っていうとやっぱりなんか変にポニーテールツインテールにすると。 服に合わなかったりするからそれなら巻き下ろしでもいいなとかも思いながら考え中です楽しみにしててください現場 <laughs> で見たら毎回可愛かった本当？現 <laughs> 場で見たありがとう <laughs> 奥沢でデュエットやばい <laughs> 私ね影響で何ねミーノの選択とメロンソード、えー、美味しいよねどっちも好き そうあ確かにストレートで福によって変える確かにありありだけどあんまり時間がないよね取る時にそうできればそうしたいけどそんなのスピンチキでそんなやだよ <laughs> やばすぎる待って充電がなくてやばい2パー1つずつ移動して充電もさせて。 ね、ウィッグでウィッグやばい <laughs> やばい充電2%はー本当にやばい絶対ダメしかも今日は15分ギリギリだから途中で切れたりしたら本当にやばいですすっぴん公園とか需要あるんですか <laughs> でも素の状態の推しが見えるっていいよね珍しいかもねもうそわそわしてる早いから <laughs> まだ1日あるからえこのさ キスの日のギフトってさ今日だけなんかね今日だからでもたまになんかさなんかなんかそのイベントが終わってもさなんかアイテムつることあるからさそう <laughs> どうなんだろうそう配信なしえそうだね配信なしのスピンクエンならちょっと許す <laughs> おもろい僕のスピンクエンやめたおおそれやばい 僕のスピン公演って何 <laughs> 肌お休みの公園やばいからおもろすぎるリーチみたいに禁止されてるベレー帽で <laughs> ねえリーチベレー帽かぶったってたよねねえ研究生被れないのに <laughs> おもろすぎるまあまあまあ良きでしょう <laughs> ミッション2日目だからそこら辺でしょに <laughs> 僕あ6月2日まであんのめっちゃあるやん <laughs> <laughs> まだまだあったわ今月どころか来月頭まであるすっかってことは岡山の日かえー、そうなのね <laughs> それではきれ僕のスピン公演 <laughs> 本日は僕のスピン公演にご来場いただき誠にありがとうございますやばくない影山 <laughs> そうそうスピンは誰のものやめて <laughs> 何それやばすぎる <laughs> 僕た,僕たちのすっぴんの予感公演みたいなすっぴんで毎回パ発とんだか面白いこと言わんといて <laughs> おもろいから負けないで僕のすっぴんやばいからすっぴんツアーも何みんなすっぴん好きやの <laughs> 僕たちのすっぴんすっぴんすっぴん公演何今日はダリにすっぴんする公演それはイケビさん <laughs> 僕たちの むずいな公演で言うのそう。すっぴんで語るぐらいの <laughs>。表題曲にまで手を出し出した。なぜか金子がある。なんですっぴんを見ているか。やばいから <laughs>。じゃあすっぴんたちよ <laughs>。ヘタレたちをじゃなく、すっぴんたちもうやばい。ただいますっぴん。中古やばい <laughs>。みんなおもろいこと言ってる。そう <laughs>。タイトルにやばいから。 <laughs> やばすぎるおもろいな公園スピンおもろいえでも今日ささこさんの生誕があったじゃないですか私今日は DMM で見れてないんだけど去年のさこさんの生誕にね私行ったんですよまだ4月とかで私たちがお披露目前だったかなそう行ったんですファ,ンさファンの方の後ろで実は見てたんですけどそうその時に確か MC で。 昨年はスタジオでの生誕だったんだけどそうさ久子さんは初期一番2期生さんで最年少だったからそう初期の頃日焼け止めだけ塗ってなんか日焼け止めだけ塗ったって感じの状態で「公園出てたよね」ってどなたかがいら言われてて「あそうだったんだ」って思ってそう同い年なんですけど <laughs> ね私も6周年の時の見るとえ「え メイクなししてないやんみたいな写真でびっくりするんだけどやばい時間がないじゃあ単純で終わります17位ワンタさん16位レグルスさん15位ラベンダーバージョン KA さん14位ヒピスさん13位ウワマちゃん12位ヨシミさん11位ナシちゃんトップ1 0十位カッコイプさん9位ナルミあアットオケダユナの発掘しかカターさん 好きやね <laughs> 私よ8位徳良さん7位八乙女とつまみんさん6位ももさんトップ5ブ、五春のパン祭りシーズン2あと今日は納豆2パックキムチ食べたえー、いいね納豆美味しいキムチも美味しいキムチ私も今日食べた仲間キムチ食べてのはどうしてニンニクにんにくの匂いするか。 まあいいかヨンヤマシさんそしてトップ3がサースプーマンテさんニーワクさんそして今日の第一位はドク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 ド,クドン今日のランキング1位はウク太郎あとヤミーさんですありがとうございますパチ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 ,パチ,パチ,パチそうさこさんとそう同級生ですさこさんはホワイトで生まれ早生まれ2007年の3月14日でその早生まれだからそう一個 なんて言うんてううだろう早生まれだから2007年生まれだけどそう2000私たちお子さんの代は2006年生まれが多くて、まあ、早生まれとか2007年なのでそうさこさんと同級生なんですさこさんあと10年いるええー、じゃあ私もさこさんといおう <laughs> えそう最近見学行けてないよね本当にそうそろそろ行きたいねえそうそうなの そうなの2000迫さん2007年生まれだけどまあ学年でいうと同じ高3の代なんですそう早生まれだからこさんが逆に清みさらさんは一個上の年齢一個上の学年だけど早生まれで2006年生まれだからそう生まれ年は同じ2006年そうなのよ <laughs> だけど学年でいうと一つ上になりますそうなのそうなのじゃあまた 明日ね。バイ,バイ。